ヨーロッパでは各国でトラムが運行され、中密な路線網を持つ国、都市も多い。その一部はライトレールとして規格の改良が施されており、ドイツではシュタットバーン、ベルギーではプレメトロとも呼ばれる。西ヨーロッパ諸国ではドイツ、オーストリア等で都市交通として活用され続けた都市が多い。イギリス、フランス等では 地下鉄やバスさらに自家用車の普及に伴い、路面電車は第二次世界大戦後、削減、廃止がなされてきたが、近年、地球環境、都市環境などの観点からの再評価の動きに伴い、路線の復活、新設が行われている。東ヨーロッパの旧共産圏諸国では、中密な路面電車網を有する都市が多い。1960年代までは、 貨物輸送にも用いられていたが、その後、貨物輸送はほとんど消滅した。路面電車がトロリーバスによって代替された都市も見られる。ウィーンの新型超低衝式電車ベルギー沿岸軌道。ベルギーのオーステンデ近郊にてかつては、狂気の地方系鉄道網が発達しており、その延長キロ数は、幹線鉄道を上回っていた。現在、その中で残存しているのが、 世界最長の路面電車とされるベルギー沿岸軌道とシャルルロワのプレメトロの一部である。またアントワープ、ガン、ブルッセルに路面電車網があり延長が進んでいる。さらに実験的にタイヤ式のトラムであるビシナルトラムウェイ、A、が運行されている。サラエボはオーストリア・ハンガリー帝国への編入直後定期運行を行う路面電車がヨーロッパで 初めて運行を開始した都市で、それ以後、路面電車が重要な役割を果たしてきた。1990年代半ばのユーゴスラビア紛争では被害を受け、現在では復旧しているものの、車体にはその傷跡が残る。近年では、新型車両の導入も行われている。1898年、ソフィアで初の路面電車が運行された。現在は、 17路線308キロに及ぶ長大な路線網を有している。オシエクを走る近代化されたトラムタトラ T サンプラハの路面電車チェコの都市では路面電車が多く存在している。このほか旧都市で路面電車が運行されていたが、1960年代に主に廃止された。オーフスに適存の近郊列車を組み合わせたオーフスライトレールの建設中。 2017年9月開業予定。この他、大電セでも計画されている。首都のタリンのみに路面電車が存在している。1888年に馬車軌道により開業し、1925年に電化された。4路線、39キロの路線網を有し、郊外のラスナマへ至るライトレールの計画もある。ヘルシンキの1970年代の 旧式路面電車現在では、ヘルシンキにのみ路面電車が存在し、11路線、71キロの路線網を有する。平日の利用者は1日、約20万人で、ヘルシンキの公共交通の中心を担っている。20世紀前半に、一旦ほとんどの路面電車が廃止されたが、近年、多くの都市で復活している。現在、パリ、リヨン、マルセイユ、リール、 サンテティエンヌ、なんと、ボルドー、グルノーブル、ルアン、ストラスブールなど19の都市圏で運行されている。このうち、ナントの路線網が43キロで最長である。ナンシーなどのゴムタイアトラム、ボルドーの地表終電方式、ニースのバッテリー走行などの新技術も導入されている。シュトットガルトのシュタットバーン、向かって左の列車が近く間に進入する。 様子ドイツ語圏の諸国では路面電車が多く存在している。もっとも、例えば1978年に廃止されたハンブルクの路面電車のように第二次世界大戦後廃止された都市もある。ドイツ語圏ではトラムと共にシュトラーセンバーンという呼称がよく用いられる。ライトレールについてはドイツ語ではシュタットバーンと呼ばれる。その多くは 1960年代、1970年代に策定された地下鉄の導入計画をきっかけにしている。1980年代、多くの都市は費用の高額な地下鉄の新設計画を取りやめ、既存の路面電車を少しずつ改良することとした。その結果、郊外部では路面電車とし、都心部ではその路面電車を地下化するという接中形態が、 一般的になっている。将来的には完全な地下鉄化を構想している場合もあり、プレメトロと呼ばれることもある。さらに、1992年に運行を開始したカールスルーエに代表される路面電車がドイツ国鉄などの鉄道線に直通を行うトラムトレイン方式も取り入れられ、路線網を広く拡大した。アテネ、テッサロニキでは、 第二次世界大戦以前まで路面電車が交通の中心であった。アテネでは1882年、馬車軌道が開業したが、ドイツの占領後、路面電車は削減されていき、トロリーバスに置き換えられた。1960年10月に、アテネの路面電車は最後の運行となった。ただし、アテネ郊外のペラマでは1977年まで、 路面電車が運行されていた。2004年の夏季オリンピックを機に、アテネは新型路面電車を再度導入した。3路線24キロが開業し、さらに延長計画がある。ブダペスト市電の4の6番系統は、世界有数の混雑する路線であり、全長50メートルの車両が、混雑時には60秒から90秒ごとに運行されている。この系統は、 1887年に初めて導入された路面電車の路線と重なっている。ブダペストでは最近、コンビーノの低唱車両が導入された。ブダペストでは20世紀後半、路線が縮小傾向にあったが、1990年代に入って路面電車の復権の動きがある。他都市では、セゲド、デブルツェン、ミシコルツにも路面電車があるが、ペチ、 ニーレジハーザ、ソンバトヘイでは廃止された。2004年、ダブリンでは、ルアスと呼ばれる新しいライトレールが導入され、最初の2路線が開業した。都心部では路面を走るが、郊外ではほとんど専用軌道を用いるため、ライトレールとみなされている。路線の拡充計画や、専用地下線を用いるライトメトロの建設計画も、ある。また航空、ゴールウェイ、 リムリックでもライトレールの計画がある。ミラノの旧式路面電車イタリアでは、最初の馬車軌道がトリノで1871年に開業し、最初の路面電車はミラノで1893年に開業した。建設中の都市は、現在、リガ、リエパーやダウガフピルスの3都市に路面電車がある。アムステルダムの路面電車アムステルダム、ロッテルダム、デンハーグ、 ユトレヒトの4つの都市圏及びハウテンでトラムが運行されている。また、メトロが郊外でトラム路線に乗り入れる快速トラムやトラムが郊外鉄道に乗り入れる路線も存在する。オスロ、トロンハイム、ベルゲンの3都市に路面電車がある。オスロはライトレールと路面電車の接中方式で六路線を有する。ベルゲンでは百六十三年に廃止されたが、 ベルゲンライトレイルが2010年に新たに開業した。シレジアインターアーバン現在、14の路面電車が存在している。その最大のものは、オーバーシュレジェン工業地域の13都市を結ぶ、シレジアインターアーバンであり、路線延長は317キロで35路線を有する。また、ワルシャワの路面電車は280キロ、34路線がある。 さらにワルシャはポズナン、クラックフ等の数都市で新路線が建設中である。ベオグラードでは総延長127キロ12路線の大規模な路面電車網がある。最初の路線は1892年に開業した。ビルバオの路面電車近代的な路面電車が以下の都市にある。ヨーテボリの路面電車イギリスでは1950年代に 大規模な路面電車の廃止がなされ、1962年に、グラス号の大規模な路線網が廃止された後は、ブラックプールのみに残存した。しかし、近年、以下の都市で、新しいライトレールが開業しており、さらに、エジンバラなど数都市での新規開業、延長路線の計画がある。キエフの路面電車ロシア、ウクライナ、アルメニア、ジョージア、アゼルバイジャンの路面電車は、 ソビエト連邦の解体後、困難な状況にあり、全廃された都市も相次いでいる。モスクワ、キエフ、サンクトペテルブルクでも、重要区間を含む大規模な廃線がなされた。1980年代末まで、総延長340キロを有志世界一の路線規模を誇っていた、サンクトペテルブルクの路面電車も、近年の路線縮小により、その地位を、 オーストラリアのメルボルンに譲ることになった。ありがとうございます。